鋳造の様子鋳造は材料を有点よりも高い温度で熱して液体にした。あと、型に流し込み、冷やして目的の形状に固める加工方法である。鋳造に使用する型のことを鋳型と言い、鋳造でできた製品のことを鋳のという。英語でキャスティングといえば、鋳造と物の双方を指す。日本の鋳造工場古代からある加工方法で、 砂を型に利用した砂型鋳造は寺の盆床の製造などで用いられていた。現在でも大量生産品の鋳造に幅広く用いられている。砂型で製造したものは表面のざらつきが大きく、そのまま機械部品として使えないため仕上げ加工を行うことが一般的である。一方、工芸品等の製作では石膏型を使うことが多い。 石膏型では原型を蜜蝋等の高温で溶ける材料で製作し、原型を石膏で塗り固めた後、原型を除去して材料を流し込む。この方法では砂型に比べて表面のザラつきが小さく型の合わせ目がないため、ご処理が容易になる。鋳造は紀元前3600年頃にメソポタミアで制造を利用して始まったとされている。 さらに冬後の発明でより高い温度を得られるようになり、青銅器時代は前世となった。鉄の鋳造技術は、紀元前7世紀頃に中国で発明された。しかし、古代の中鉄は黒煙をほとんど含まない、硬くて脆い材料で加工が困難であった。紀元前470年頃にはそれを、約900から1000度の酸化鉄内で3日間加熱して、加炭中鉄にする。 熱処理の技術が用いられていたという研究もある。ヨーロッパでは18世紀まで中鉄は硬くても愚い、ものとされていたため単造の鉄が重宝された。しかし、1735年に、ダービー2世が航路での中鉄の製造に成功し、シリコンの高い加工可能な中鉄ができるようになった、ことで、蒸気機関などの製造が可能となり、産業革命が起こることになった。貨幣については、 貨幣海中を参照金属製品は長期の使用や保存に耐えうる性質に優れるが、それでも劣化により用をなさなくなった時は既存の異物を原料に再び鋳造して製品とすることがよく行われる。これを海中、吹き替えと呼ぶ。盆晶など歴史的な鋳造品は劣化に伴いしばしば海中される。鋳造の技術はまた破損した。 金属製品の修理にも使用されていた。修理したい製品を鋳、e、型に入れ、破損箇所に同じ材料を溶かして流し込むことで接合させる、イカケという手法がこれに当たる。現在でいう、溶接の祖先となる方法であり、実際に製品の円の部分が溶解するため溶接の定義も満たしている。不本線とイザオ効果の製造も、鋳造すると表現するが、これは、 砂金や地金を重量によって取引する氷量貨幣に対する額面保証の国印を有する鋳造貨幣の製造を指す。中華は古くは実際に物として製造されたが、現代の高価では鋳造は原料インゴットの製作工程に止まり、圧延円形打ち抜き、図造のプレス加工によって成形される。高価の日に両目の変更も物の作り直しと同様に懐中と、 呼ばれる。以下のようなものがあるフランスでは以下の国家資格が存在する。日本では鋳造技能士が存在する。ありがとうございます。